ご覧いただきありがとうございます。ラスタリです。本日ご紹介するのはゴールデン1339着火ブーツコード版バーガンティになります。はい、当店でも何度もご紹介させていただいているゴールデンの着火ブーツが入荷いたしました。今回の、着火ブーツ、一言で言えばすごく個体が、よろしいお品になります。アッパーに関してはあまりこう樹脂が、仕上げの樹脂が、厚く塗られている感じではないような、お品になります。はい、まあ、なかなかこれは動画でもなかなかちょっと分かりづらいところではあるんですけども、はい、まあ、そのようなお品になっていて、で一番、大きなポイントというのが実は中ですね。中の、ライニング、ライニングの素材が何と言いますか、現行とか、まあ、通常のものとは全然違って、まるでシープのような、すごくサラッとした質感のものが、使用されています。これがとってもしなやかで、本当に、履き心地にも大きく影響しているぐらいすごくしなやかです。まあ、これがなかなかこう画面を通して、お伝えすることが難しいんですけども、本当にしなやかでちょっとびっくりしました。中の番号とか、そのあたりを、見ると、まあ、おそらく2014年製か2004年製のどちらかになるかなと思います。まあ、ここのちょっと断定が難しいんですけど、まあ、少なくとも94年製ではないことは確かなんですけども、まあ、この2014年製か2004年製かというところは、ちょっとなかなか判別が難しいところではあるんですけども、まあ、仕様変更が多くあった2000年代の頭ですね、もしかしたら2004年生あたりの、まあ、その仕様変更があった頃の、混在していた頃のお品かもしれないですね。はい、はい、では使用感の説明についてまいりたいと思います。当店ではこちらの扱いは A ランクとさせていただきました。はい、詳しい状態を見ていきたいと思います。はい、つま先の状態はこのような感じです。はい、ほとんど削れがないかなと思います。はい、ではかかとの方を見ていきますと、こちらもオリジナルのリフトで削れもほとんどないかなというような、状態になっています。はい、ソールの底面見ていきますと、出し縫いの糸もまだ切れてる箇所がないかなと思います。この辺りはよく切りやすい箇所ではあるんですけども、切れてないですね。はい、まあ、つま先は削れ、さすがに出し縫いのところも削れはありますけども、まだ切れてはないかなというような感じで、使用感はかなり少ないかなと思います。はい、反対側も同様ですね。はい、この辺もこっちがちょっとだけ切れてるかなっていう感じで、まあ、ここはどちらにせよ、いつかは何かしらの補強はラバーなりスチールなり入れた方がよろしいかなと思います。アッパーの状態を見ていきますとこのような感じで、はい、非常に状態としては綺麗に保っているかなと思います。傷等もほぼほぼ小傷程度ぐらいしかないかなと思います。何かえぐれた傷とか、大きな目立つような傷はございません。色ムラとかは、まあ、コード版なのである程度はあるかなと思いますけども、まあ、こちらの個体に関しては結構、均一な感じではないかなと思います。はい、反対側も見ていきますと、はい、そうですね、こんな感じで、はい、大きな色ムラ感はまだないかなと思います。まあ、この辺がちょっとだけ黒ずみが少しだけこううっすらあるぐらいなかなっていうような、ぐらいですね。非常に状態としてはよろしいかなと思います。中のロゴもしっかりと残っていますね。はい、中底の沈みも、最大で2ミリぐらいでしょうか。はい、それぐらいしかない状態なので、まだまだご自身の足にしっかり馴染んでいくぐらいの、沈み具合となっています。はい、はい、サイズ感についてまいりたいと思います。サイズ感は、こちらは今回オールデンのバリーラスト 9D ということですので、他のブランドの靴で例えますと、パラブーツのシャンボード 8.5
あたりとか、エドワード・グリーンの202イラストを 8.5E あたりで測れている方とかも適合するかなと思います。同じオリデンのモディファイドラストとかも9とか9ハーフあたり、はい、そのあたりで測れている方がおよそ適合するサイズかなと思います。その他サイズ感等ご不安ございましたら、下のコメント欄または当店オンラインショップからお気軽にお問い合わせくださいませ。ケア済みですので、到着後すぐ履いていただける状態でお送りいたします。年間通しても履きやすい着火ブーツですけども、今は時期が時期なので特にお早めの入手をお勧めしています。ぜひサイズが合いそうなお客様、ご検討よろしくお願いいたします。失礼いたします。